私が研究しているのは昆虫病理と生物的防除の分野です。昆虫の病気と昆虫の衛生行動についての基礎研究で、特にグルーミング行動という昆虫が病気にならないように利用している感染抵抗機構について、その機構の解明を目指しています。グルーミング行動は人間では手洗いやうがいのことになります。例えばシロアリは砂浜同士でするグルーミング行動が上手で、普通に暮らしていれば決して病気になりません。つまりシロアリは手洗いだけで病気にならない防御機構を有しているのです。この機構は微生物を効率的に見つけ出す優れた感覚器に支えられていて、これまでの研究では昆虫が嗅覚の感覚器や味覚感覚器を通して身の回りの微生物をどのように感じ、病原菌あるいは無害な微生物と判断し、グルーミング行動を行うのか調査してきています。単独性昆虫であるショウジョウバエではグルーミング行動に関わるシグナルが免疫機構の誘導にも関与している可能性があることも分かってきました。昆虫はそれぞれの生態に適した病気感染抵抗機構を使い分けているようです。最近では海外の研究者らとも協力し、いろいろな昆虫が自然界にいる微生物をどのように感じ、どのような関係を築いているのか調べています。将来農地生態系における天敵微生物的防除法の効果的で健全な利用に貢献する研究課題です。